コーパス・クリスティは、アメリカ海軍の懲戒フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、テキサス州、コーパス・クリスティにちなむ。コーパス・クリスティは1943年7月17日に、カリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール社で、寄港した。1943年8月17日に、シードリス・コルフ人によって、命名、浸水し、 1944年1月29日にサンペドロにおいて艦長 WW チルドレス沿岸警備隊中佐の指揮下、収益した、収益後太平洋艦隊に合流したコーパスクリスティは7月18日にサンペドロを出港し、ヌメア、ケアンズ、パウスに向かい7月18日に到着した。同地で潜水艦支援演習に参加し、 第7艦隊潜水艦部隊指揮官の核訓練に従事したコーパスクリスティはその功績によって二度称賛されている。最初は1945年2月13日にインド洋で雷撃を受けたピーター・シルベスターの生存者92名を救助した功績によるもので、この探索にはアメリカ海軍及びオーストラリア海軍の可能な限りの艦艇が参加した。もう一つは、 イギリス海軍の戦艦ハウに対して6月13日から15日にかけて休養を行った功績による。コーパスクリスティは1945年8月27日にパースを出港、マヌス島、真珠湾を経由し、サンペドロに10月3日到着した。ターミナルアイランドでコーパスクリスティは気象観測艦に回収された。 コーパス・クリスティは1946年4月15日から7月5日まで沿岸警備隊に対応され、その後1946年8月2日に退役、1947年10月3日に売却された。ありがとうございます。